お粗末様でした。わかりました。私は今手が離せない状態なので他のものにガチャマチュ。仕事の邪魔しちゃ悪いかなと思ってさ。そういう時は私の入れたコーヒー飲んで。そうでしょ？ふふーん、それはね、私の愛情入りなのだ。愛情は最高の調味料だって言うでしょ？ああ、鼻で笑ったな。本当だぞ。ないな。トクトミヤ、これが私の愛情なのだ。ふふふ。冷静なツッコミ。せっ、30分もかけて作ったのに。ああ、夢のないこと言っちゃって。私は旦那にゆとりとユーモアのあふれる生活をしてもらいたいのよ。もう少しいてもいいじゃん。コーヒー持ってきてあげたんだからさ。
ここからの眺めはいいね。わあ、風も気持ちいいや。この上総、同じ過ちはいたしません。ちょ、仕事に戻ります。失礼しまちゅ。書類をいただきに来ました。どうかしましたか？汗だくでちゅよ。そうでちゅか。こちらが追加の書類でちゅ。では失礼しまちゅ。高弘さん、いらっしゃいませ。今日は本をお借りになられに？高弘さんはどんなご本がお好きなのですか？なんでもですか。まだ何も言ってないのですが。ああ、そういうものですか。お探しの本ですが、時代や傾向などを教えていただければ。わかりました。私が最近読んで面白かったご本をご用意させていただきますよ。ご本をお持ちしました。
私はあまり難しい語本は理解できないので、この前読んで面白かった本を数冊。はい、そのような方向で。はい、高弘さんが好きそうかなと思いまして。ならばこれなど。あ、うっかり三人組がうっかり宇宙に。やはりダメですよね。私もお手伝いします。1984年。そうなのですか。そう言われてみればそうですね。 SF なのに過去のお話なのですね。ずっと見上げてましたからね。首とか肩とか疲れてしまいましたね。お茶でもいかがでしょうか。紅茶が入りましたよ。ジャワティーを作ったのですよ。どうなされました？そうですか？美味しくありませんでしたか？そうですか？ですか？そう言われてみれば、皆さん口を揃えてそんなことをおっしゃられますが。
すみません。ありがとうございます。灰皿ですか？でも図書館は禁煙ですよ。禁煙となっているので図書館には灰皿はないのですよね。灰皿がありました。はい、禁煙なので灰皿はありません。この箱の中に。はい、話がしづらいですよね。そんなことありませんよ。ずっと高弘さんとお話をしたいと思っていたのですから。前もお話ししたではありませんか。高弘さんはよく私が好きな本を読まれているので。そんなことありませんよ。図書館カードというのはちゃんと借りた順序通りに本が並ぶのですよ。高弘さんがいつも系統立てて本を読まれているのはよくわかりますよ。そうですよね。これからはもっと高弘さんのことを勉強してそういうことがないようにします。ご迷惑ですか？なるほど。こうすると図書館にいながら外の空気を吸えて便利なのですね。そうかもしれませんね。でもたまにはこういうのもいいじゃないですか。